竹村勝司です、山口四区、下関から立候補、安倍さんの選挙区で立つって、なかなか面倒くさい話ですよね、普通に考えればね、一言ちょっと皆さん、ご挨拶を、はい。皆様、ただいまご紹介に預かりました、れいわ新選組、山口四区、竹村勝司と申します、この中国ブロックで、あの広島にも、れいわ新選組から、もう本当、一人でも出したい、すみません、ちょっと足がガクガクして。あの こんな大きい体してるのに、なんかもうドキ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 してるんですけど、一言言わせていただきたい。何があっても心配するな。この国には山本太郎がいるんです。だから、そういう政治に変えたい。何としても、私は山口くから立ちますけれども、この中国ブロックから、何としてでも安倍晋三を倒す。 安倍と戦う男、竹村勝、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。なかなか普通の政治家だったらね、こういう動きにならないですよ。安倍さんのとこでやったって勝てないだろう、みたいな。ね、まあ組織から言われたから立候補するけど、みたいな話の人ばっかりでしょ、あばっかりとか言ったか、そういう方が多いですよね。その中でそうではなくて、やっぱり、 プロレスをずっとやられてた方なんですけど、体一旦壊されて、そこから退いてで、えー、介護の仕事を10年以上やられてたんですね、介護職ずっとやられてた、事業所をやってた、やっぱりもうすでにお困りの方々っていう人たちに囲まれて、その人たちの声を聞いてきて、この苦しさを解消するためには、事業者としてやれることもあるけど、これ、政治を変えんとどうにもならないだろうっていうところに行き着いたわけですね。 そういうことでちょっと応募いただいたんです、公募の中から選ばせていただいたんですけれども、でおそらく竹村勝氏はですね、そういった保守地盤というところでも、なんかちょっと今まで自民党応援してたけど、なんかちょっと違うなと思われてる方々、そういう保守,保守的な人たちからも、お前頑張れよっていうような気持ちにさせてくれるような人だろうなというふうに思います。まあ、何よりも気持ちがすすごく熱いですね なんとかしたいんだという思いが、やっぱり人々の声を聞いたところから出発しているという人なので、だから中国地方で、そして広島で、これからどういう展開になっていくか、候補者が出るか出ないかというのはもう直前まで分かりません、先ほどのお話の通りですけれども、やはりこの中国地方全体において、れいわ新選組というところに対して、やはりご興味を持っていただいたりとか、という部分に関して、やっぱり私たちもこういうような活動っていうのを増やしていかなきゃならないと思ってます。とにかくあの この数年の間ですね、日本の国自体が大きく壊されてきました。それはそうですよね、公文書改ざんできるし、機関統計をな意味のないものにしちゃったりもできるわけですね。機関統計を意味のないものにしちゃわれることによって何が起こるかって言ったら、実態が見えなくなっちゃうんですよね。実態が見えなくなると何ができなくなるかって言ったら、そこにどんな手当てをするべきなのかっていう政策が打てなくなるんです。実態が見えてないところに対して政策なんて打てませんよね。 そんな国になっちゃったってことですね。これまでもう何十年にもわたって、精緻なそういった、えー、統計が取られてきた国であるんだけれども、その間ですっぱり何年分のものも失われてしまいましたみたいな国になっちゃったってことです。つまりは何かって言ったら、実態が見えづらくなっちゃった。ってことは、それによって不利益被る人たちいっぱいいますよ。すぐにでも助けなきゃいけないのに、助けられなかったりとか。 他にもこんな補助があったら助かるのにっていう人たちに対しても、そういった補助も出せないような状況になっちゃう。どうしてか、実態が見えない部分が、機関統計、これでね、歪められたことによって、手当てが打てないような状況にまでされちゃった。その責任者は誰かっったら、安倍さんですよ。自分たちの周辺だけでお金回してきたんですから。だってデフレ脱却するって約束だったでしょで、アベノミクスって言ってたじゃないですか。アベノミクスって何かっつったら、インフレ2%までガンガンお金出して、経済底上げして、 デフレ脱却させる、つまりはみんなの生活の改善にもつながっていくような経済政策だっていうようなイメージなんですけど、どうしてデフレから脱却できなかったかって言ったら、金融市場と自分の仲間にしか金回してないからですよ、いつまでたったってそんなもん、インフレなんかにならない。そういった意味で、ある意味で25年以上のデフレの中で、7、8年、9年と、皆さんの生活を停滞させてきた。 それを継続させてきた。格差をより開いてきた。という責任を取っていただかなければならない。その一人が、やはり私は安倍さんだと思うんです。そこにガチンコで勝負を挑んでいくということは非常に必要なんだろうと。